おはようございます1月13日水曜日の東京インフォメーションです東京都は中小企業などが行う感染症対策への新たな助成事業を始めました今月から新たに開始されたのは消耗品の共同購入費も対象にした支援事業です単独申請とグループ申請の2種類ありいずれも助成率は対象経費の3分の2以内です 単独申請は中小企業などが1事業者で申請するもので、サーモカメラなどの備品購入費、換気設備やパーテーションの設置などの内装設備工事費が対象となります。限度額は1店舗につき、備品購入費は50万円、内装設備工事を含む場合は100万円、換気設備の設置を含む場合は200万円です。 グループ申請では3事業者以上の中小企業などによる共同申請を受け付けますアクリル板、消毒液、CO2 濃度測定器などの消耗品の共同購入費が対象で限度額は30万円となっています1事業者につき各申請1回ずつ利用できます 申請は来月二十六日金曜日までに中小企業振興公社のホームページから申請書をダウンロードして簡易書き留めで事務局に送付してください。なお、女性対象期間は四月三十日金曜日までとなっています。来月東京ホームタウンプロジェクトの二千二十年度総括イベントが開催されます。 東京ホームタウンプロジェクトは超高齢社会に対応するため。いくつになっても生き生きと暮らせる街を作るを合言葉に。人がつながり、安心して暮らせる地域づくりを応援する取り組みです。今回は来月二十一日日曜日。二千二十年度総括イベント。私たちが作る東京のこれから。東京ホームタウン大学二千二十一が行われます。超高齢社会東京。 人のつながりを生み出す基本戦略をテーマに京都大学教授近藤直樹さんによる基調講演や今始める新しい日常のキーワードと題したトークセッションの配信その後会場によって異なるテーマ別の文化会などが行われます参加方法はオンライン視聴と都内4会場でのライブ視聴がありますいずれも無料ですがホームページまたは電話での事前登録が必要です 定員はオンラインが500人、来場は新宿が90人、八王子が75人、立川が25人、武蔵村山が30人です。詳しくはホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症について、都や国などの知りたい支援情報を探すことができる特設サイトをご存知ですか。 東京都新型コロナウイルス感染症支援情報ナビは新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業や都民の皆さんがそれぞれのニーズに合った支援策を検索できるサイトです自分に合った制度を探すでは簡単な質問に答えながら進むと知りたい支援策や利用できる可能性がある支援策を見つけることができテーマ別に制度を見るでは資金繰りやテレワークに関すること 生活費に関することなどテーマを選択して支援策を見つけられますキーワードで検索するはキーワードを入力して知りたい支援策の情報を見つけ出すことができ区市町村の関連情報を見るは二十三区や多摩地域当初地域ごとに必要な情報が掲載されているホームページのリンク先へ行くことができますさらに新型コロナウイルス感染症に関する支援情報以外のことは チャットボットに質問を入力すると答えてくれますご利用ください新型コロナウイルス感染症について現在都内は東京都緊急事態措置下にあります都は不要不急の外出を自粛特に午後8時以降の外出をやめ不要不急の都県境をまたぐ移動も自粛を要請しています 事業者には週3日、社員の6割以上のテレワーク実施やローテーション勤務などで出勤者数の7割削減を要請しています。ここまでで東京インンフォメーションでした